はい、こんにちは、みつきと申します。今日はマリオカートダブルダッシュ、任天堂ゲームキューブのソフトになりますね、やっていきたいと思います。懐かしのゲームをちょっとやってみたいなと思って起動しました。まあうまくもなんともないから普通の動画になっちゃうんですけどね、 150cc で下手くそがどれだけできるかちょっとやってみたいなと思います。で、自分がやってたの本当に小学生なのか中学生なのかな、なんか本当に小さい頃ですね、はい、やってたんですけど、確か DD コングとパタパタの組み合わせが好きだったと思いますね。このダブルダッシュは確かあのスペシャルアイテムがあるんですよね、各キャラクターに。で、この2人のアイテムが8位の時に出やすいアイテム、スペシャルアイテムと1位の時に出やすいスペシャルアイテムという組み合わせで確かすごく好きだったと思うんですけど、まあ1位なれるかわかんないからちょっとわかんないけどとりあえずキノコカップをねやっていきたいと思います。まあ過去の自分はあのもうトロフィー、金のトロフィーね1位取ってるけどね、今の自分がどれだけできるのかは分かってないですね。多分ね無理かもしんない。いやでも取れるまでやってみたいけどね、 150cc でトロフィー取るっていう。で、このスタートダッシュはねタイミングよく A ボタンを押せば取れるんだけど、まああの連打しちゃうのが一番簡単かなって、連打しなくても3210のタイミングで出せれば A ボタン押せれば、あー早速下手くそやったよ、うん、あの取れるんですけどね。ダメだ、引っかかりそうもうご覧の通り下手くそなので、まあいい走りは見せられないと思ういやいや、いやちょっと待って、いや予想以上にひどいな、ちょっと待ってくれ。いや、さっきね試し撮り1回やった時は3位にはなれたんだよ。ちょっと待って本番にね弱いタイプです、はいいやーちょっと待って、もうちょっとうまく走りたい、いいとこ見せたいんだよ。あ、スターが出てるね、使っちゃおう。よし、これでなんとかいけるか。もう一回スターが出た。うわ、どんだけ下手くそだったっていうことだよっていうねスターは基本的にあれだよね、最下位とかで出やすいんですよねあー、キノコ使う前に雷やだ。いやー、ちょっと待って、あー、やばい、アイテムが取れなかった。アイテムが取れないとさ、やっぱ多分厳しいと思われるあー、もう4位か、4位、あ、なんとかこのまま行くぞ、このまま行くぞ、いけるか、よっしゃ、ギリギリ3位ですね。あー、さっきの試し撮りと同じ順位、よかった、とりあえず。いやー、でもなんかほら中途半端な下手くそさですよね。あのもっと下手くそだったらさ、もっとなんか面白い走りになるような気はするんだけどさ。はい、次ピーチピーチですね。あー、ここもね150、いつも自分が走るのが100なので、うまく走れるかはちょっと150だとちょっとわかんないですね。 50cc が一番コース的には簡単 で100がまあ中くらいで、150が一番速いステージになってますね。今新しいソフトとかだと 200cc とかがあるらしいですけど、150までしか知らない世代だったからちょっとすごいな今は200とか走れる気がしないもんね絶対。あー、外したな、こら、当てられねえな、自分に返ってあ、バナナ飛ばしたの誰ですか。ダメだぞ、ダメじゃないけどさ。
コーラか、赤コーラがいいんだけど、でも今んとこ2位だね。今んとこ順位がいいね。間違って投げたね。なんで投げたし。ちょっとね、ドリフトとかはね、うまく使えないので、なんか来てる気がする。あー、よかった。弾き飛ばされなかった。よっしゃ、ちょうどぶつかった。赤コーラ、3連の赤コーラが、このパタパタ、はい、パタパタのスペシャルアイテムなんですよね。で、ここの左側に本当ショートカット的な、雷。いやー、ちょっと、やばいな、やばい。もう無理じゃない？あ、ちょっと、ギリギリ3位だね。でもこのまま3位でいったらさ、もう絶対に無理じゃないですか。トロフィー、金のトロフィー。わー、厳しそう。もう、あれか、目標チェンジじゃ、3位でもいい。とりあえず入賞までは行こう。ベビーパークだー。ここは、同じコースをひたすらぐるぐる 7周するんですよね。あー、ここ苦手なんだよ。だってさ、自分で仕掛けた罠にさ、ハマる確率が高い。下手だから。とりあえず投げとくか。コーラはね。ドリフトがね、ここは大事だよね。うまく使えるかは謎だけど、とりあえず投げとこう。投げといて。投げっけどさ、あー、ちょうど。キノコ使っちゃおう。で、まあ適当にぶん投げとくか。いや、適当にぶん投げたらでも、あ、ワンワン怖っ。怖えな。赤コーラぶつかれ。よっしゃー、いい感じいい感じ。で、このま、いや、もう今4位5位か。あ、やだ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 。今後ろから卵がさ、迫ってきてたから。あー、キノコ奪われたんだが。いやー、ピーチー、ピーチー、やめてよー。僕は赤コーラ打つしかないじゃないか。え、チュドンって聞こえた。あー、スターになってるやつ。え、待って、つか、いつの間に7位、6位。あー、待って、あ、やばい、やっぱここ苦手でしゅ、苦手でしゅよ。あー、もう無理だよ。もう無理でしょ。どのくらいいけんの？無理じゃない？本当に。この単純なね、コースの方がね、下手くそさがね、際立つよね、本当に。マジで3位入賞も危ないんじゃない？でもこの4位以下になった時のこの寂しい音楽ね、すごい好きなんだよね。これはこれで嬉しいかな。よし、次だ。このカラカラ砂漠が最後のステージだね。ここね、多分ドリフトをうまく使わないと、まあ多分コースアウトして遅くなるパターンだよね。あー、スタートダッシュも失敗だね。アイテムも取れないね。あー、やっばいな。これはやばさしかない、やばさしかないぞ。しかし、ここは過去にたくさん走ってきたコース。あー、ダメだ、関係ねえな、関係ねえ、下手くそだ、下手くそ。もう何もうまくいかない。150はやっぱり難しいよ。やばい、やばさがやばい。あー、アイテムを取りたいけど、これ、いや、散々ですね。あー、待ってくれ。まあでも多分さ、重量級の、
キャラを使った方が多分本当は、ああコースアウトしちゃったいいんだろうな。やっぱさ、上手い人はさ、重量級を扱えるテクニック持ってるよね。自分全然上手くないからさ、何も扱いきれないからさ、軽いやつばっか使ってるけどさ、軽いやつって多分 50cc とか 100cc までは通用するけど、150cc くらいになるとさ、雷、でも3本が全部消えた、かわいそう。150くらいになるとさ、やっぱ重量級でどんどん加速してって、で相手を弾き飛ばせる効果が多分重量、取れなかった、重量級にはつくから、絶対そういうの使った方がいいんですよね。自分できないですけど本当に。アイテムが取れない、ちょっと待って、いやこうわざわざこっちに来る意味はないでしょ、向こうの方に行きなさいよあんた。もうアイテムも取れないじゃん、やばい、アイテム取れ散々だな。もうざまみろざまみろとか言ってるけど負け。せっかく久しぶりにアイテム取ったのに、いやもう下手くそ極まってる。散々な走りですね。これ過去の自分もしかして相当うまいな。だってこれスターカップじゃねえ、キノコカップの金のトロフィー取ってるってことは過去自分優勝してるんですよね、このレースで。いやー、自分たまに思うんですよ、過去の方がゲームうまかったんだよね、完全に。やっぱりさ、やり続けてる人って強い。でもまあなんとか3位には食い込めたのかな。一応3位なったみたいですね。一応銅のトロフィーはもらえました。もうできない、もう無理。